コハーリ・フェレンツ・ヨージェフは、ハンガリーの大貴族、低身。白尺、1815年よりコハーリ・デ・チャーブラーグへ、シトニャ・公に昇釈した。ハンガリー官房の副長官職を務めた。コハーリ・イグナーツ・ヨージェフ白爵とその妻の、白爵霊嬢、マリーア・ガブリエラ・フォン・カブリアーニ・ディ・メナの間の、一人息子として生まれた。10歳で父を亡くし、 伯爵家の当主となったが、幼かったこともあり、青年に達するまで母が後見人として領地の経営に当たった。1791年より自分で相続領を納めることとなった。その領地は、上部ハンガリーのムラーに、バルグバール、デレンチェに、フュレクの4つの所領、ゲオストリアのエーベンタール、デュルンクルート及びバルタースキルヒエンの3つの所領で構成されていた。 1792年2月13日に、白爵クレーマリア・アントイネッテ・フォン、バルト・シュタイン・バルテンベルクと結婚し、マニ一男一女を設けた。夫妻の長男フェレンツ・セラーフが幼くして死ぬと、長女マリア・アントニアが膨大な、コハー・リ家の全財産の相続人となった。マリア・アントニアが、ザクセン・コーベルク公師フェルディナントと婚約すると、オーストリア皇帝フランツ一世は、 コハーリ家とザクセンコーブルク野双法の身分の釣り合いを取るために、フェレンツを白爵から公の身分に昇格させた。これは、花婿の兄のザクセンコーブルク公、エルンスと一世の養成に応じた措置であった。反対に、フェレンツは、娘夫婦の子孫がカトリック信徒として教育されるという情報を引き出した。1817年に、金曜毛騎士団の騎士に助せられた。 1826年、友人の自治白爵家の客として、オロスバール城に滞在していた時に死去し、ガラムセントベネデクの修道院聖堂内のコハーリ、ケレイ病に葬られた。コハーリ家の断絶の原因について、民間には次のような言い伝えが残されている。フェレンツは大の狩猟を好きで、一族の本拠戦とアンタルの城を狩猟小屋のように、扱い、 しとめた数千もの獲物の展示場にしてしまった。森の動物たちは、フェレンツの同行した獣への殺戮行為に起こり、復讐として彼の娘を誘拐した。フェレンツは動物たちによって裁判にかけられ、一人の男が城にやってきて、その判決を伝えた。曰く、お前の娘は家に帰って良いことになった。しかしコハーリお前は、罰として、 男の後取りを持つことができなくなる。お前の一族の血筋は断たれることになった。この獣たちの判決通り、彼の一人息子は溶接した、というものである。植物学者、フランツ・アダム・フォンバルト・シュタイン・バルテンベルク、数密顧問官フェルギナント・イルンスト・フォンバルト・シュタイン・バルテンベルク、伯爵兄弟の十枚に当たる女性。 http://www.sachsen-coburg-goothe.de スラッシュ。h s Hearts Auges House, 月エラトスポリック、ハット・オーガスト・ウィルパート、バイエリッシェ・ビブリオグラフィー、靴ヒテデアカトリション、サグ、コリー、リニエで、ハーツオグリカンハウジスザックセン、コーブルクーントゴダ、 h t t p g a t e w a y b a y e r n d e p v 0 1 4 5 8 4 2 8 2レ連テ。s. バターランディッシャーピルチャー、ジェシャーフツ、うんとアントルホールトングスバッチフューアーレプロビンツェンでオステアリーキシャンケーザーしたティーズ、アレンフロインディンデアクルトゥールアオスデムレア、ウェア、うんとなるスタンド、ボーツグリック、アレンナチュア、うんとバターランズ、 フロインディングエイト、バンド25。ありがとうございます。